ご覧いただきありがとうございます。今回は先ほど終わったばかりのカタールワールドカップ開幕戦、カタール対エクアドルの一戦についてお話ししたいと思います。結果はエクアドルが2対0で勝利という結果となりました。僕はですね、この試合、カタールの勝利を予想していたんですけれども、全くかすりもせずと、正直レベルが違いましたね。あまりにも僕はエクアドルの強さを分かってなかったです。めちゃくちゃ強かったですね、エクアドル。本当にカタールとの力の差が明確に出てました。で当然ですね、スタジアムは超満員でして、これでカタールのホームのアドバンテージが有利に働くのかなと思ってカタール勝利を予想していたんですけども、やっぱりさすがワールドカップでエクアドルがゴールを決めてもめちゃくちゃ盛り上がってまして、ホームのアドバンテージとかやっぱりそこまでワールドカップになると関係ないんかなというふうに思いましたね。あと今回放送しているアベマ、これアベマがすごいなと思ったのが、今回パソコンで見てたんですけれども、試合データをリアルタイムで試合中見ながら確認できたりですね、あと通常のメインカメラに加えてカタールだけ映したカメラとかエクアドルだけ映したカメラ、あと全体のカメラ、それら全てを4分割にしたカメラとかを、自由に切り替えれるんですね。さすがネット番組やなと驚きましたね。で試合はですね、開始早々3分でエクアドルがセットプレーから先制しまして、カタールのキーパーがこう飛び出してクリアミス的な形からカタール失点したんですけれども、これが VAR でゴールが取り消しとなりまして、でこの取り消しがですね、 VAR ルームと主審のやり取りがこう異常に早くて、しかもこう映像を見てもですね、オフサイドなのかファールなのか全く分からずで、実況も解説も全員困惑するという状況で、もう僕はですね、開始早々3分でこの取り消された状態で、これカタールやりよったなと、完全に買収ですやんと思ったんですけれども、これよくよく調べるとですね、これが今回のワールドカップで新たに導入されました半自動オフサイドテクノロジーという新しいシステムが、早速発動したという事案だったんですね。でこの半自動オフサイドテクノロジーの意味がよくわからなかったので調べてみたんですけども、どうやら今回のボールの中にですね、センサーが内蔵されているみたいで、でこのボールの中の中央にあるセンサーが1秒間に500回のデータを送信していまして、でスタジアムには12台のカメラが取り付いているそうなんですけども、このボールと各選手の正確な位置を計算することができて、従来の VAR ルームがオフサイドと判断するまでにかかっていた時間が一気に短縮されて、かつ正確というシステムみたいで、これが開幕戦の試合開始早々に発動されたという状態だったんですね。ただこの半自動って何が半なのか、何が半なのかちょっとよくわからんのと、あとあまりにも判断早すぎて何が何だかついていけなかったんですけれども、とにかく買収とかじゃなくて安心しました。でもう試合はその後すぐ前半15分に先ほどゴールを取り消されたエクアドルのキャプテンエネル・バレンシアが抜け出してゴールキーパーに倒されまして、でこれで PK を獲得してエネル・バレンシアが冷静に決めてエクアドル先制と、でその15分後に続く31分ですね、エクアドルがクロスからエネル・バレンシアのヘディングで追加点と、エネル・バレンシアはこの日2点目で、もうねエクアドル強すぎて本当ビビりましたね、完全に舐めてました。で試合は後半スコアは動かずにエクアドルの勝利という結果となりました。めちゃめちゃ強かったですね。本当にあの
カタールは育成かなり力入れてますし、アジアカップも前回優勝してますから、アジアの中では決して弱いという立ち位置ではないんですけれども、やっぱりね、全然物が違いましたね。いやー、これはね、ちょっと次のワールドカップね、出場枠が増えると、でおそらくチャイナマネーもあって、アジアの出場枠がドカーンと増えると思うんですけれども、まあね、このカタールでさえもこんだけ新陳にやられてたら、ちょっとね、他の枠広げたらアジアかなり恥かいてしまうんじゃないかなというので、少し心配になりました。で、ワールドカップの次の日程はですね、本日11月21日夜10時22時キックオフのイングランド対イランのグループ B の試合が予定されております。で、ブックメーカーのオッズ予想でいくと、イングランドが勝利した場合は 1.3 倍、引き分けの場合は 4.75 倍で、イラン勝利になると11倍と、もう圧倒的にイングランド勝利が予想されているわけなんですけれども、まあ、僕の予想もイランには頑張ってほしいんですが、イングランド勝利を予想したいと思います。ということで、今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは失礼いたします。